はい、陽子の部屋ということでですね、はい、何気によく見ていただいてるみたいなんですよこれ、なんか、あと見てますとかって結構言われることがあって、ということで、私株式会社ビーラブカンパニーの西陽子と申します。よろしくお願いいたします。本日のゲストはですね、株式会社ミラクの吉田総平さん、吉田社長に来ていただきました。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。なぜかと大丈夫だね、別に。自然体で言っていただいたらいいかなと思います。はいはい、なぜか坊主の会の方が3人目で続いてるんですよ。坊主の会って言うても身内しかわからない感じなんですけど、まあまあ坊主つなげていこうか。いやいやいや、はい、次ね、もうちょっと坊主じゃないのな。まあまあそんな感じで、はい、じゃあすいません、吉田さん、自己紹介、はい、自社紹介をお願いいたします。はいはい、神戸で、物流の仕事、倉庫業をやってます、株式会社ミラクの吉田と申します。よろしくお願いします。はい、今年齢は52歳です。はい、これは、ね、年齢まで、はい、で会社は今、僕より一つ上の52年目、父親が創業です。すごいですね。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとね、どんな会社かっていうのをね、ちょっとこの Zoom の画面共有機能っていうものをですね、使うことができたらご紹介できるかなっていうことで、こんなこともね、これ Zoom やからできるなって思ってて、共有します。はい。ということで、ミラクさんの方、ホームページですね。で、冷凍冷蔵センターが、これが、3月でしたっけ、新しくできたのが、また西宮の方に。そうですね、これ今見えてるのが3月ですね。そうです、そうです。はい、これが阪神物流センターということで、これが大体西宮で、で、今までは有馬とかにあったということですよね。そうですね、言っても会社から10分ぐらいのところですね、はい、西宮。はい、はい、ですよね。で、主に冷凍食品とか、冷蔵とかっていう、食品関係のものが結構、中心なんですよね。そうです、そうです。もともと食品の卸売なので、あ、最初の発表がね、はい、それ関係、はい、もちろん食品以外のアパレルなんかもいっぱいお預かりしてます。あ、なるほど、なるほど、はい、でお客様の商品を預かって、でそれで例えば何かご依頼いただいたら、そこから何かきちっと包装とかして発送までしちゃうっていうことですよね。そうです。だから、分かりやすく言うと、ネットで物を販売されている会社さんで、はいはい、自社の倉庫とかそういう施設がない場合ですね、はい、我々にお預けいただいて、はい、いただけいただければこちらで全部梱包してやりますよって、いわゆるアウトソーシングですね。なるほど。なんかあれですね、すごい細かいところに手が届くっていうようなご商売ですよね。そうですね、やっぱり、自分で言うのもなんですけど、プロはプロに任せた方がというところで、ですよね、はい、そうですよね。だって自分のところでそれ依頼受けて、なんかね、冷凍食品をっていうんだ、なんとなくこう衛生上的な感じなんかも結構いろんなこと考えないといけないですもんね。そう、はい、設備のその問題もあるんですけれども、うん、毎日出荷がない、例えば月1回だけしかないとか、非常に量がこう変動するとかっていうに合わせて設備とか人を準備すると、閑散期がもったいないじゃないですか。そうですよね、はい、なるほど。なるべく固定費にせずに、その、はい、我々から言うとお客さん側は変動費にしてもらって、いる時に。なるほどね。あ、はい、そうかそうか、もう、はい、もう確実にかかる費用じゃなくって、はい、忙しければ増えるみたいな感じの費用で考えていただけたらということですよね。はい、毎日だから安定して出荷いただいている方もいるけれども、はい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 、モーニングなんか利用されている方も、はい、月に1回だけまとめて、はい、何百件出荷があるけれども。そうしかないですよっていう方なんかだったら、自社で買えるよりも絶対得だと思いますね。はい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 。倉庫の、倉庫のビジネスされたのはもう何年になるんですか？まだ、4年目ですね。すごい、でもどんどん拡大中でいらっしゃいますよね。はい、5年目からこういう事業しようと思って、手は挙げさせてもらって、でそこからもう5万円10万円の売り上げからスタートします。いやー、でもそれ考えたらすごい、やっぱり吉田社長、先見の明が終わりになりますよね。なんかたまたまそのコルフィリーの仕事で冷凍庫、ちっちゃな冷凍庫があったので、はい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 、利用してというご案内すると、冷凍の需要が非常に多いっていう気がする。そうですよね、はい、そこからスタートしたのでタイミングが良かったかもしれませんね。そうですね、やっぱ持ってらっしゃいますね。そうだと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今ちょっとコロナっていう状況になって、今は会社の方はこうあれですか、でもやっぱりめちゃ実は
忙しかったりとかもします？なんかそうですね、あれといつでしたっけ、4月の頭に発表があった緊急事態宣言の時に、はいはい、もちろん自粛要請であるとか、はいはいまあね、そういう業種もあったんですけど、はい、我々は逆に頑張って営業してくださいと言われて、そうですよね、はい、みんなが望まれてますもんね。そうですね、はい、ね、そういうことなんで逆にも頑張ってやろうということで、はい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 、もうちょっとね結構その消毒とか しながら頑張って皆さんやってらっしゃるということですよね。はい、幸い、はい、社内でも大きな体調不良の人間が出たりとかっていうことはないんですけれども、はい、社内で基準を決めて、はいはい、もちろんその熱が出た場合はお休みいただいて、はい、で2日間以上熱が出た場合は、はい、今4日ですね、4日間熱が出た場合は、はいはい、例えば検診検査を受けて、熱が下がっても48時間経ってから出勤してください、はいはい、そういった社内基準も作って、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、今ね、なんかそのこういう状況になってなんか吉田さん自身が何かこう気づいたこととかってあります？なんかコロナになってちょっと気づいたこととか。まあ、気づいたというか皆さん一緒だと思うんですけど、やっぱりなんかもうこの人とのつながりが少なくてまず寂しいですよね。もう単純に、うん、例えば西さんともなかなかお会いできないし。ああ、そうですよね。はい、その寂しいっていうのはありますね。うん、まあ、弊社の場合も皆さんされてると思うんですけど、例えば社員教育とか、うん、あ、はい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 、そうなんですよね、はい、そういったものに割と時間を使ってきたので、うん、それができないっていうのが正直社長としてちょっと不安ですね。ああ、なるほどなるほど、はい、そうですよね、なんか新入社員研修とかもなんか、はい、なかなかね、そうですね、例年のようになんか実施できないっていうような状況ですもんね。はい、正直全然できてないんでね、うん、それはまあかわいそうだったと思うし、はい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 、とかそういう懇親会なんかが 全部中止になってるので、そうですよね、割といつもなんか部署ごとにとかやってらっしゃいますもんね。はい、割とそういう懇親会が多い会社なので、そうですね、入られた方も結構それが魅力みたいなことは言われてました。ありがとうございます。それ、はい、もちろんその中にはね、そういう懇親会苦手な方もいらっしゃるんですけど、はいはいはい、それも逆に強制して、はい、やれということでやってるんですけども、はいはいはい、だこうやってできなくなると不安ですね、本当ね。ああ、ね、なるほどね、はい、というね、僕自身は異文化だと思ってたものが、はい、その教員で止められてしまうっていうのは、はい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 、その再開の目処も、ね、もちろんまだ立ってないと、骨が立ってますよね。はい、によって分かりました、ありがとう。ちょっとうちの息子がね、はい、横に来てね、やいや言ってました、すいません。はい、ですね、ちょっとなんていうんですかね、まあ先ほどね会社のご説明はさせていただいたんですけども、はい、最後にちょっと、すいません、吉田社長から何か一言お願いできたら、ちょっと PR 的なこととかも、はい、伝えていただけたらと思うんですが、はい、コロナに便乗してというわけじゃないんですけども、はいはいはい、まずネットでのビジネスというのは好調というふうに聞いてます。で、弊社のお客様でも、はいはい、出荷数が伸びている会社ももちろんありますし、はいはい、ありがたいことだと思ってます。あと、はい、一般的には小売店さん、スーパーさんであるとかは、はいね、売り上げも上がってる、これは本当に悪いところあると思うんですけども、そういったことは、ね、はい、僕がどうこういうことでは今後ないと思うので、はい、でこういう機会に新しいビジネスにチャレンジする方であるとか、あ、はい、例えば飲食店でも通販を始めるとか、一般の小売店の方でもネットで物を売ってみようかとか、そういう場合って、この時代なので冷凍食品が非常に多いと思うんですね。はい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 、自社でその冷凍設備っていうのも大変ですし、はい、先ほど申し上げた5年4年5年前からそういったものを始めていったので、まだまだ、はいはい、新規事業ですから余力があります。そういったところ、はいはいはい、そしたらちょっとで全然構わないので、ご備えいただけたら、はい、十分できると思うんです。はいはいはい、はい、コロナが収束してね、今後が、はい、まあ、回復すればそちらに戻っていただいて、はいはい、はい、今の時期だけっていうようなことでも、はい、ほんとちょっとしたご相談いただければ、はいはい、十分お手伝いできると思いますので、
はいはいはい、でも活用いただけたらと思います。はい、いやいや、わかる、本当ですよね。でもなんかも、いや全然全然そうじゃなくって、なんかね、どこからどうしたらいいか分からへんとかいう方とかもうね、あると思うんですよね。はい、で自分ところのね、その冷凍倉庫なんかもやっぱ多分すぐいっぱいになってしまうと思うので、はい、なんか本当にあのちょっとチャンネルをね増やすっていうのは、私も多分今すごいお客様にお伝えしてまして、はいはい、今までのやり方じゃなくって、そのちょっと市場を変えてみるとかっていうことを、まあ、考えるいい機会じゃないのかななんて思ったりしますので、ね、はい、そのピンチをチャンスって言ってね、ちょっと言い過ぎなのかもしれないし、いやかもしれないんですけども、できることがあればね、今ちょっと西さん言われた、例えばその自社で冷凍庫とかそういったまあ一般の4倉庫も含めてね、持ってて出荷が少し止まってて逆に荷物が保管できないとか、そういった本当に利用でも全然構わないですし、そうですよね、はい、ね、あの力になれることがあれば、その決していいことに、あのぜひお力添えさせていただきたいなと思ってますので、ちょっと、はい、ありがとうございます。あのいやいや、もうミラクさんのフェイスブックページとかね、はい、もうすごいあの頑張ってらっしゃって、ぜひぜひなんかちょっとコンタクトを取っていただけたらななんて思って、ね、あともう、もうあの環境整備がもう素晴らしくって、もう本当にね、あの会社的にもものすごい多分安心していろいろなことをあのお願いできるんじゃないかなっていうふうに思います。今ちょっと言っていただいたその環境整備っていうのはね、毎日20分間してるんですけど、うん、まあ、頑張って、いやもうびっくりしますよ。ほんまなんか今あの気楽に来て来てって言われへん状況やからだけど、ね、ほんまにね、もうミラクさんの環境整備やばいですよ、ね。ありがとうございます。で今はね、この時期なんで、20分間の掃除をあの全てあのなんていうか消毒を実はやってます。あ、そうなんですか。はい、すごい。今海の今次亜塩素酸水っていうのがあります。はい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 、はい。たまたまあの知り合いの社長さんがあの、はい、会社があったので、はいはい、それをたくさん分けていただいて、はいはい、の時間は主に消毒活動ですね。わあ、すごいです、はい、すごいですね。そういうで使う道具、あのハンディダイナルとか、はいはいはい、キーボードマウスとか、はい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 、はいはい、はい、そういうかね、あの消毒活動をするようにして、はい、はい、まあ少しでもその社内感染を防ぐ、いや。はい、いやだってもう何にしてももう徹底されてるから、はい、もう吉田社長はもう、私そこがもう本当にもう尊敬、ありがとうございます。いやもう本当徹底してますよ、はい、社員さんがずっとやってるので、こういったこともスッといやスッとできるっていうかね、あの非常に企業文化としてありがたいなと思ってます。いやもうすごいですよ。もうでも本当なんか皆さんのなんか本当あの広報活動でもね、社員さんがすごい頑張っていらっしゃるので、はい、こういった時期でもね、広報ってちょっと迷うんですけれども、あの本当にお困りの方いらっしゃるかもしれないし、いや広報は今も、ね、私ね本当にそう思うんですよ、はい、もうそれがあって、例えば本当にあの結構広報って集客とか売り上げとかって思うんですけども、やはり私も結構未来永久にやっぱり愛され続けるために、自分たちがやってることとか、あとお役立ち情報をね、すごくミラクさんがメルマガ発信されてるので、はい、ぜひぜひなんかそういう形でホームページとかね、ご覧になっていただけたらなっていうふうに、はいはい、思います。はい、はい、ありがとうございます。あの今日は本当にどうもありがとうございました。はい、はい、本日の、いやいやいや、本日のゲストは株式会社ミラク吉田総平さん、吉田社長、あのありがとうございました。では皆さん、はい、また明日。はい。